はい、皆さんこんにちは。今回は金次郎輪確率論、前回の続きで各役の、確率について考えたいと思います。サイコロのある目が出る確率は、6分の1で、16.67% です。同じ目が出る確率は6分の1の2乗で、36分の1、2.78% です。3つのサイコロが同じ目になる確率は6分の1の3乗で216分の1、0.46% です。それでは整理しましょう。ある目の出る確率は、6分の1、16.67%。 2つ同じ目になる確率は6分の1の2乗で 2.78%。 3つ同じ目になる確率は6分の1の3乗で 0.46% になります。全く別のパターンで考えてみましょう。サイコロの出目のパターンは111から666まで216通りあります。ある役のパターンがハテナ通りあるとしたら、216分のハテナ通りで確率を出すことができます。これが216通りのパターンです。111から666までのパターンです。まずピンゾロはこの赤です。一通りだけです。216分の1になり 0.46% となります。普通の確率論の計算をすると、6分の1の3乗で、0.46%、もちろん答えは同じです。ゾロ目は5通りですから、216分の5で 2.31% になります。その下が確率論の計算です。1以外2から6の出る確率が6分の5、その後同じ目が2回出る確率が6分の1の2乗で6の3乗分の5となり、答えは同じです。ひふみは6通りですから216分の6で 2.78% になります。確率計算は1から3どれかが出る確率が6分の3、残り2つが出る確率が6分の2、残り1つが出る確率が6分の1、3つをかけて 2.78% です。しごろはひふみと全く同じです。省略します。通常の目ワンペアができるパターンです。このピンク色がそれにあたります。90分の216で 41.67% になります。 ABC3 つのサイコロがあって、2つ揃って1つだけ揃わないパターンとして、 A と B が揃って C が外れる、 A が外れて B と C が揃う、 A と C が揃って B が外れるという3パターンが考えられます。それぞれについて確率を計算します。では A と B が揃って C が外れるパターン、 A は何が出ても構いませんから 1、 B は A と同じ出目になる必要がありますので6分の1、 C は B の出目以外何でも OK ですから6分の5になります。次は B と C が同じ出目になるパターン、 B は A の出目以外何でも OK なので6分の5、 C は1の出目と同じ出目になる必要がありますので6分の1です。最後 A と C が揃って B が外れるパターン、 B はA の出目以外何でも OK なので6分の5、 C は A の出目同じになる必要があるので6分の1、最終的に式はここに書いてある通りになります。最後役なしです。この青の部分です。はい、役なしの計算は、216分の108イコール 50% です。はい、3つのサイコロが、1組も揃わない確率を考えてみます。 B のサイコロが A のサイコロと出目が異なる確率は6分の5です。 C のサイコロが A と B の2つのサイコロと出目が異なる確率は6分の4です。
つまり6分の5かける6分の4となります。さらに日踏みと日頃の分を引いてやらないといけないので、マイナス36分の2です。それでは結果をまとめてみました。通常の約が出る可能性は4割以上ありますから、かなり可能性が高いことになります。あとゾロ目とピンゾロを足した値がしごろ、ひふみとほぼ等しくなります。それではエクセルのサイコロマシンを使って本当にそうなるのか実験してみたいと思います。実際にサイコロを振っているわけではありません。あくまでもエクセルのバーチャルな世界の中での話です。結局322回サイコロを振りました。その結果がこれです。赤が、サイコロを振った結果で、黒が計算で出した値です。ピンゾロは結局1回も出すことができませんでした。しかし、だいたい正確な値が出ているのではないかと思います。こういうことは、回数を繰り返せば繰り返すほど平均化されて鳴らされて、理論値の通りになっていくんですけども、数が少ない時は、運とか月とか科学では説明できないような現象が支配する世界になってきます。そのあたりは私はギャンブルをやらないのでよくわからないんですが、さらに突っ込んで勉強して、また機会があれば動画にしたいと思います。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。